お、マキちゃんだ。うい、久しぶりじゃん。え、偶然見つけたの。あれしょ、予算からとかから来たんでしょ。のび太にブロックされたんだけど、普通に腹立ったんだけど、俺もブロックし返したわ。なんなのあの態度。アイテム渡してさ、ね、普通の質問しただけじゃん。なんかうざいみたいなこと言われて、チャンネルって儲かるのみたいに聞いたら、なんかうぜえみたいな感じで言われて、なんだあいつ、ほんとムカついたんだけど。もう二度と関わんねえわ。意識高いカスほど厄介なもんねえかんな。本当にムカついた。イラッとしたね。あれはムカつくっしょ、誰でも。別に普通の質問しただけなんだからさ。なんだろうね。勘に触ったんだろうね。なんか、彼の。腹立つわ。腹立つ。専念したの。へえ。まあいいんじゃん、それは別に。全然。あ、ニコ生なんでやんねんだろう。チャンネルホルダーだよね、確かあいつ。チャンネル持ってなかったっけ。ツイキャスにもニコ生にもいないから、ツイッターで探した。ああ、そういうことか。うん。ごめんごめん。もうニコ生嫌気がさしちゃって、やめちゃって。ふわっちめちゃくちゃ良くてさ、居心地が。ふわっちでずっとやってたよ。いやもう花粉症でさ、耳が痛いし、耳も痛いし、喉も痛くなってきた。これ花粉症かな。鼻噛みすぎなんだよね。喉が扁桃腺が腫れてるし、鼻の裏とか。ゆうすけさんいらっしゃい。うん、やばいわこれ。さすがに鼻こんだけグズグズになってたらこうなるなっていうのは目に見えてることなんだけど、風邪かな。うん、ちょっと風あるかな。風か。熱測ってみるか。まあ熱はないと思うんだけどね。こんなにぼーっとしてないからあれだけど、測ってみるわ。のび太マジでムカついたな。もう本当に二度と関わんねえわ。マジブラックリストだよのび太は。あいつとは二度と関わんない。どんなに頭下げてもムカついた。ないね。36.3 だから、めちゃめちゃ平熱だね。バカごくありがとう、みほちゃん。バカごくありがとう。36.3。ないっすね。ねえ、ヒカルくんのさ、なんなの、揉めてるやつめちゃめちゃ面白いんだけど。いや、普通に質問しただけでブロックされたんだよね、なんか。うぜえとか言われて。なんだこいつとか思って。何にもしてねえんだけど、と思って。なんだろうな、このカメラのピント合わねえのだけなんとかしてえな。カメラを構成。ピントカメラ制御。ズーム。焦点。これか。あ、自分でピント合わせられんだ。自分でやろうかな。冷えたんじゃないのかな。うん、平熱だったね。見事に全く風邪ひいてなかったね。花粉症なのかな。うん、今日は花粉やばいってみんな言ってたもんな。花粉症も持ってんのか。何食おうかな今から。うん、なんか飯食わないと寝れない。あ、朝マックって何時からだっけ。朝マック食おうかな。朝マック時間、朝の5時から、朝の5時からだ。朝マックにしよう。うん、今日の飯マックだ。久々朝まで起きてるよ。うん、久々朝まで起きてますね。ふわっち儲かる。ね、今月ちょっと売り上げ悪いんだけど、先月が25万ぐらいかな。先月が一番多くて25万。負けるなっていうかさ、
別に俺彼と勝負してないからさ、なんかすごい昔からのび太俺のことライバル視すんの。でもあいつに閲覧負けたこともないし、正直。なんであいつが俺のことライバル視すんのか全然わかんないんだよね。俺のび太に閲覧負けたことないじゃん。コミュレベルも負けたこと一回もないんだよ。なんでこんなさ、年下のさ、仮想配信者にさ、なんかすげえこんなライバル視されないといけないのかよくわかんないんだよね。明らかに実力差ありすぎるだろ。あ、のび太っていう配信者がいるんですよ。で、ブロックされてさっき、アイテム送って、一コメント目で。ニコ生のチャンネルホルダーだから、チャンネルって儲かるの？って普通に聞いたら、うぜえみたいな感じで、はぁ？とか思って。俺もブロックし返したからもういいんだけど、関わんないから。マジで関わんない。普通にムカついた。サブと思って。なんだこいつだよ、本当に。ていうかもうコメントも打たないで、なんか売名させんのも嫌だから。なんか向こうに売名させんのすげえ嫌だ。ね。過去にとらわれてる男ほどダサいもんないよ。だから今の自分の実力とかを受け入れられないやつっていうのは成長できないやつだからね。だからいつまでもさ、大手でいられるとか中堅でいられるようないい時代は終わったんだよ。才能のあるやつはどん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 上行く時代なんだよ、今。力がないのに過去の栄光にすがってるっていうのダメだよ。だったら現場から離れないと。すまない。だったら現役引退すればっていう。と思うけどな。あ、朝マックにさ、照り焼き、照り玉マフィン出てきたんだよね。これ食ってみよう。そうそう、気になってたんだよ。照り玉のマフィンバージョンができたんだよね。朝マックが一番うまいと思うんだよね、マクドナルド。普通にいいよね。安いし。期間限定なんだ。てりたまとかってなんで期間限定にするんだろうな。グラコロとかさ。あれ、常時置いてた方が売れるような気がするんだよな。何なんだろう。グラコロってすごいよね。全部炭水化物なんだよ、キャベツ以外。クリームコロッケってさ、マカロニも炭水化物でしょ？小麦粉でしょ？クリームも小麦粉でしょ？衣のパン粉も小麦粉でしょ？で、バンズってパンも小麦粉でしょ？どんだけ小麦粉だけで、どんだけバリエーションがあるんだって、俺すごいと思うんだよね。この人間の食い物に対する欲求。クリームコロッケバーガーって全部小麦粉なんだよね。あ、ダブルチーズ好きなんだ。2だね。俺はダブルチーズあんま食わないな。2だと思う、ダブルチーズ好きな人は。正直、マッカーですよ。優秀なマッカーですよ。2です、2です。これは照り焼きとかね、ビッグマックとかね、もうね。なんか全然面白くもないチョイスだから 普通っていう。何の面白みもない人間ですよ。俺も行ってみたいな。フィレオフィッシュとかね。どちらになさいますか？あ、フィレオフィッシュバーガーって言いたいな。ドヤ顔で。なんかできる男っぽくない？フィレオフィッシュ頼むやつって。ハートプレゼントありがとう。鼻一定今日マジでやべ。フィレオフィッシュってナマズ使ってるらしいよ。ナマズでもいいでしょう、別に。うまいんだ、うまけりゃ。
なんかよくその魚何々だよとか言うけど、そりゃそうだろ。 なんだっけ、サーモンとかもそうなんだよね。よくに日本人が大トロサーモンだって言ってる、食ってるのあれ何だったっけな、忘れちゃったんだけど、でもうまけりゃよくねえかって思っちゃうんだよね。だって鮭にあんな脂乗ってるところあるわけないじゃん、大トロサーモンとか言うけど。今日いくら？今日いくらだろうな。ちょっと計算してみようか。今日はね、1枠、1個前の枠が16,739円。その前の枠が1,016円。だから、1万7,000円ぐらいかな。17,800円。17,800円ぐらいです、水煮屋さん。それくらい。マック2ちゃんで騒いでたことが次週。何それ。何マック2ちゃんで騒いでたことって。それ知りたいんだけど教えて。何それ。面白そう。何それ。なんだ。何騒がれてたの？解決でした。おお。何にも分かんない。 まあコメントで打つのめんどくせえもんな。わかるよ。枠ごとに差があるね。いや、そりゃそうでしょう。てかね、時間帯だと思うよ。時間帯は結構重要だと思う。儲かる時間帯みたいな、儲かる時間帯っていうか、単純に言うと、太い囲いさんが起きてて絶対見てくれる時間帯っていうのがあるんだよ。ほんとなんか下水話で申し訳ないけど、正直、この時間帯にこの人起きてるよなっていう時間帯はある。すごい下水話で申し訳ない。衛生面が悪い。中国の鶏。まあそりゃそうだろうね。まあ中国で、なんか、俺は、それ中国が悪いとかそういうことじゃないと思ってて、それはそうだろうっていう。安くするっていうことはそういうことなんだよ。だからもう日本とか資本主義が行き詰まってて、安くなるっていうことはどういうことなのかっていうのをね、もうわかんなくなってね、安いのがもう当たり前だと思ってるから、消費者が。だから、うさぎの肉の人がさ、なんか、安い肉ばっかり求めるのがどうのこうのって社長が言ったんだよ。要はね、もう、考えてないんだよね。高いものを食う。っていう、もう超高いものを食って安心を買う人と、もう安くてゴミみたいなものを食う二極化が始まってんだよ。お風呂はね、ジムじゃない、トレーニングしたから入ってない。トレーニング前に入ったけど。最近の金持ちって太らないじゃん。金持ってる人ほどいいもの食うんだよ。そこからマック開かずになった。俺はでも、チキンの問題よりも、その後追い打ちでビニール袋と歯が出てきたじゃん。あれはね、爽快屋の匂いしたけどね。あれは爽快屋の匂いがした。なんだ、チキンの件に関してはリークだ。ちゃんとジャーナリズムの予感がしたんだけど、歯入るか？かけた歯とかさ、ビニールとかさ。あれ、爽快屋の匂いがするんだよね。どういうふう、どんな感じなんだろうね。なんか、立て続けに決算の時期に起こりすぎじゃない？連チャンし。れは狙われたんじゃねえかなと思ってる。して株の匂いがする。
すいません。今黒酢なんだ。マジで扁桃腺いて。こういう時どうすればいいの？喉の裏っていうか、上顎っていうのかな？もう腫れてんだよね。喉仏の裏？扁桃腺っていうのは鼻と喉の付け根？上顎っていうのかな？扁桃腺で合ってる？これがベロンベロンになってんだよ。子供の頃みたいに。あの頃のようになってるんだけど。うがいかな、これ。これしばらくこうなるな。一日でもうで、ただれちゃってんだよね。マック、まだか。あと20分後か。鼻にシュッシュ？いや、点鼻薬だってそれ用じゃないぞ、これ。鼻炎抑えるやつだぞ、これ。ダメでしょ、多分。なんか、それ用の傷を、ただれを治すようなのがあるんだろうね。多分、シュッシュってやって。これ、アレルギーのやつだから。なんだろうね、今日。すごい。花粉持ってないはずなんだけど。なんでなんだろう。おかしいよね。なんでだろうか。花粉持ちだけど大丈夫？あ、マジか。今日なんかもうひどくてさ、俺。本当にひどいよ。きついもん。鼻炎は持ってるよ、もともと。お、堂島の犬だ。朝マック待ちだね。朝マック食って寝る。ひたすら寝る。寝ます、僕は。グッナイですよ。グッナイ。ではもう久々朝まで起きてたよ。配信ずーっとやって。楽しかったな、今日は。俺も寝ようかな。いや、もう寝ようぜ。寝ようぜ。寝るのが一番いいよ。俺、寝配信やってみようかな、今日。寝配信需要あるかな？ 寝配信絶対需要ないでしょ。やってみようかな。俺、寝配信やったことないんだよ。需要あるかな？でもこれだけキャリアがあって、こんだけいろんなジャンルやって、寝配信やったことないって、確かに、あれだな。あれだな、確かに。やってみようかな。やってみようかな、寝配信。ちょっとやってみていい？ 寝配信を。試してみるか、一回。ねえ。一回試してみるか。ああ、やってみよう。そうだよ。食わず嫌い良くないよ。やってみるわ。ちょ、俺今日寝配信だ。ちょっと準備するわ。よいしょ。
配信やってみよう。ものは試しでしょ。ものは試しでしょ。一回やってみようよ。まあ、かそったらかそったら別に問題ないから、なんも。うん。かそったらかそったら別にいいじゃん。まあ、ダメだったわ、で。やってみようぜ。何でもトライしないとさ、わかんないもん。寝配信、カメラ。来てる。映像来てるよね。出た。こいつを。ああ、絡まってんな。ああ、消えるな。あ、やばいな。消えるな。ああ、ペコンペコン言うわ。ちょっと待って。配線がぐちゃぐちゃだな。カメラ認識。これカメラぶっ壊れたアウトだかんな。あ、胸毛、すいません。胸毛ですいません、なんか。申し訳ない。感じか。ああ、難しいな。ちょっと待ってね。カメラ、三脚にすっか。ちょっと無理があるな、三脚。これ絶対良くない。これ無理だわ。汚いとか言わないで。汚くないから。ちょっと毛深いだけだから。汚くはありません。無理があるだろう。ちょっと違うよね、カメラの角度。無理があるな、これ。これ俺の寝顔見れないもんね。これ無理があるよね。どうしようかな。これは難しいな。スライムの横、正解。それだ。それだ。それだ。ここか。これどう？みんなこれどう？どう？寝配信っぽい？どう？もっと上から撮りたくない？もっと定点カメラっぽさを出したいんだよ、俺は。定点カメラ感。わかる？わかる？
こういう感じ？わかる？伝わるかな？と、なんかこう、こういう感じ？こっちの方がなんか良くない？もう監視カメラ風なさ。あ、全然ダメじゃん。全然角度ダメじゃん。こっちだよね、多分。こうすればいいのか。スライム邪魔だな。スライムが見事に邪魔だな、こういう上かと。これで映るかな。で、コーヒーメーカーを、これじゃダメ。これどう？みんな。あれ？マイクどこだ？ああ、ごめん。これどう？みんな。あれ？マイクはどこだ？あれ？マイクどこだ？れ？マイクどこだ？あ、ここか。どう？みんな、これ。どうですか？ダメ？これ。寝転んでみて。OK。寝配信って難しいんだな。寝配信難しいな。違うな、なんか。なんか俺がイメージしてるのと違うな。どう？映ってる？ OK？ どうなんだろう。違うな、なんか。もっと奥だよね。ダメだな。本棚も邪魔だしな。映ってるけどシュールだよね。なんだろうな。うわ、なんかうまくやりてえ、ちょ。なんだろうな。うまいことできねえかな、これ。三脚立てらんねえか。あ、やべえ、やべえ、延長忘れた。やべえ、危ねえ。ともさん、花火ありがとう。ともさん、ありがとう。これは？あ、これいいんじゃん。これ。うわ、これいいじゃん。え、これよくね？うわ、いいな。エロい、なんか。あ、なんかめっちゃエロい。え、めっちゃエロいんだけど。え、めっちゃエロくない？これ女の子めっちゃ喜ぶっしょ。これ。いいね。来たね。これめっちゃ喜ぶっしょ、俺のファン。え、めっちゃエロいじゃん、今日の配信みたいな。これ、新しいな。あ、これ来たな。これ来たべ。
ポロリ？ポロリとかないから俺の話。なんだよポロリって。ちょっと待って、今度マイク。マイク行きます。え、これめっちゃいいじゃん。めちゃくちゃありじゃね？これで音をマイクセッティングしたでしょ。あ、音聞こえる？これで。声聞こえたら手挙げてみんな。声聞こえたら。どう？どう？オッケー、いける？あ、いけるんだ。大丈夫だ。うん。で、タイトル何でしょうか。配信が仕事とかいらないから。うん。これどう？起きたら花火まみれとかもう俺寝配信しかやらなくなるよそんなんでもうね雑談やめるわ俺。え、これめっちゃ楽しくない？これめっちゃ楽しいじゃん。で俺そうだよ、寝るまで。え、めっちゃいいじゃん、俺天才でしょ。天才だわ俺。やべえ、配信歴4年目の集大成がここにあるからね。あ、ごめん、はずこれ。これはずいやつじゃん。これめっちゃアウトでしょ。はず。恥ずかしい。布団めくった瞬間、布団めくった瞬間、ティッシュの塊めっちゃアウトなやつじゃん。マジか。こういう事件起こるからな、ね、配信って。マジかよ。ちょっとショックだわ、俺、今の。服よね。え、どんな感じなの？どんな感じなの？ちょっとやってみよう。え、どんな感じなんだろう。え、映像来ないんだけど。あ、来た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 。あ、リスナーってこういう感覚なんだ。タイムラグ結構あるな。30秒以上あるな。こういう風に見てんだ。なんか自分の放送をこうやって見ると恥ずかしいな。あ、なんか面白い。自分の放送をこうやって見ることができるんだ。え、これ最大化ってどうやってやんの？ポロリって何？ポロリって。あ、こういう感じね。これ電気消したらどうなんだろう。さすがにこれだと見れないか。さすがに照明は必要か。なんかテレビっぽい。見えない。ちょ、だってさ、この明るさ寝れねえよ。こっち側は、これくらいだったら、まあ、寝れるかな。これでもダメ？どう？見えない、うん、どうかな。タイムラグがありすぎてなんかイライラするわこれ。見えねえな、真っ暗じゃん寝配信じゃなくてこれ暗黒放送じゃんちょっと面白いな、うん。私の今の姿勢と同じ。あ、みんなこんな感じで見てんだね、布団の中で。ゴロゴロしながら。あ、でもこれだと暗すぎるな、ちょっと。これだと暗すぎるな。やっぱさっきのがベストか。これはダメだ。どうしようかな。照明はつけないとダメだ。これで寝るの、俺。無理があるでしょ。
これじゃ寝れねえよ。で、寝るか。カーテン開けとく？なんで？あ、試合頑張ります。ありがとうございます。ありがとう。これ眩しすぎる。試合頑張ります。匿名さんありがとう。ちょっと眩しすぎるかな。ちょっと眩いな。ちょっと眩しくね。こんな感じかな。これだと眩しいな。これちょっと薄暗い感じだそうよ。ちょっとエロティックに。これくらいかな。これめっちゃいいじゃん。 これめっちゃいいじゃん。画質落とすか。中画質にしよう。顔だけ光ってる感じいいよね。これどう？なんか観察してる感がすごい出るじゃん。どう？これめっちゃ良くない？照明って難しいんだな。もうちょい明るくてもいいのか。ついな。これでオッケー？オッケー？どう？もうちょい明るい方がいい？ぶっちゃけそんなに明るくしても大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、寝づらいっていう。これくらいかな。いいと思う。なんかちょっとエロいよね。俺もついに寝配信か。俺もついにここまで来てしまったか。じゃあ、やりましょう。人生初の寝配信。やべ、朝起きたらどうなってんだろう。さすがにのんたんはかわいそうでしょ。さすがにさ、彼女配信者じゃないから。いや、だからマック行くから、俺、今から。え、何？寝配信はコメントとか返さなくていいんだよね。どんな子なんだろ俺もついに寝配信か。俺もついにここまで。意外と声いいな、俺。意外と声いいな。セクシーボイスじゃないですか、セクシーボイス。寝れなかったりするかもね。それはそれで面白いと思う。いや、面白いな、これ。なんかワクワクすっぞ、オラ。え、ねえ、みんなの要望としては普通に寝てほしいの？それともなんか配信者っぽくなんかやってほしいの？どっちなの？なんか普通に普段通り寝てほしいのか。 別にそんなんないよね。早寝ろって話よ。いや、楽しいわ、これ。まあ、じゃあ、普段通り過ごします、僕は。自然体で行くよ。じゃあ、もう配信者のスイッチ切るよ、俺。いいの？もう和道じゃないんだよ。始末坂道になるんだよ、俺。いいの？いや、なんか、めっちゃ恥ずい。なんか、めっちゃ恥ずかしい。自然体で行くよ。本当にコメントとか読まないよ。本当に。じゃあ、
なんか超緊張する。なんだろう、何このバージン感。いや、なんかドキドキする。なんだろう、ちょっと恥ずい。AV 女優ってこんな感じなんだろうね、多分。あ、今日撮影みたいな。今日初めての撮影。マクドナルド行くよ。マクダーナーね。マクダーナ行かなきゃ。じゃあ行ってくるわ。マクドっていうの関西人だよね。え、これやろうかな、俺。普段から。俺なんかありな気がしてきた。マクド行くか。ちょっとマクド行ってくるわ。行ってきまーす。着替えよう。で、飯食ってないんだよ、今日。仕事終わったから、仕事で、まあ、昼飯食ってから何も食ってないんだよね。どれくらい食ってねえんだ？十何時間食ってねえのか。それ腹減るわ。マック行ってくるよ。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。